リップ・ジョゼフ・ヒューズ3世は、アメリカが衆国カリフォルニア州オレンジ軍、ミッションビエホ出身の元プロ野球選手。ウトをミギウチ。熟で、幼少の頃から無口でいつも黙って、観察に徹する少年だったため、リトル・オールドマンと、家族からは呼ばれていた。パーティーでも、人と全く話さずに観察し続け、パーティーに参加した人をすべて覚えるのにさほど時間は、かからなかった。 母親は USA と電子に語っている。5歳の頃には日頃から野球のことばかりを考えるようになっていて、教会でもスーパーでもピッチングとバッティングモーションを繰り返していた。小さい頃に好きだったチームはロードアイランド州で育った父親の影響から皮肉にも後に入団するニューヨークヤンキースの宿敵とされるボストンレッドソックスで特に ノマーガルシアパーラとモーボーンが気に入っていた。フットヒル高等学校時代には、サーティワンアイスクリームでアルバイトをしながらも母親に、逐一電話して、アメリカンリーグチャンピオンシリーズの途中経過を確認していたほどである。さらに皮肉なことに、ヒューズが6月のドラフトで、ヤンキースの入団が決まった4ヶ月後に、レッドソックスはワールドシリーズを制覇している。カリフォルニア州。 サンタアナのフットヒル高校卒業後は、人生を変えるような金額のオファーがない限り、サンタクララ大学へ奨学金を受けて進学し、野球とビジネスを学ぶ予定でいた。2004年の MLB ドラフト一巡目で、その体育と飛び抜けた肩の強さを評価したヤンキースから、指名され、140万ドルの契約金が提示されて、本ニ入団交渉はわずか15秒で決着し、 ヤンキース入団が決まった。この年は、最初は、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースで投げた。2005年には、A 級チャールストンリバードックスと、A 級パイヤンキースで投げ、2球団合計で9勝1敗、防御率2.19の成績を残した。あまりにも突出した能力を持っていたため、満塁にされての投球が全くなかった。2006年には、スプリングトレーニングで、 招待選手としてメジャーに合流。アレックス・ロドリゲスなどの主力を相手に、フリー打撃に登板し、非常に大きな印象を残している。この年は、AA 級、トレントン・サンダーで21試合に先発して受賞3敗、防御率2.25を記録している。また、7月には、オールスター・フューチャーズゲームに選出された。2007年のスプリングトレーニングには再び、 招待選手としてヤンキースに帯同。ロッカーはかつてのドラフト1位指名選手、デレクジーターの隣に配された。育成段階では投球回数に厳しい制限が加えられた。2006年にヤンキースの投資コーディネーターのナーディ・コントレラスは実際彼は去年は11イニングから100イニングに投球回数を抑えられたが50イニングぐらいは伸ばしてみるつもりだ。 ただし、今年も180から190がリミットとなると語っている。球団以外の周囲はさほど早い成長を期待していなかったが、入団わずか2年でその実力はメジャーレベルと言われるようになる。ナックルカーブの技術の成熟が著しいことがその要因と言われている。ヤンキースの球団内では、 デビュー前の2007年のスプリングトレーニングの時点で、すでに名前は知れ渡っていた。ジェイソン・ジアンビは若い頃のロジャー・クレメンスと表し、2006年の時点ですでにメジャーへ昇格させておくべきだったと話している。また、控えキャッチャーのトッド・プラットは、ヒューズのカーブをフィラデルフィア・フィリーズ在籍時のカートシリングのものと比較している。 正保守のホルヘ・ポサダは A 級時代に受けたアンディ・ペティットの球を受けた時のことを思い出したと語る。ポサダは数球受けただけで、ペティットはメジャーで成功すると確信したという。2007年のスプリングトレーニング開始時点でヤンキース監督の上通りはヒューズがまだメジャーレベルの過酷な投球スケジュールで投げるには若すぎると判断し、キャンプに帯同させた後は、 トリプル A 級に送って1年間はメジャーに全く上げるつもりはないとの考え方を示していた。彼はシカゴカブスで20よび21歳でメジャーで投げ始めた結果、その後相次ぐ故障に悩まされているケリーウッドとマークプライヤーの二人を見ていることから若い投手の扱いに非常に慎重になっているためで GM のブライアンキャッシーマンもその考えに賛同し、 ヒューズは長期にわたって活躍できるタレントで、短絡的な考えで、彼のキャリアを台無しにするつもりはないと明言していた。球団側はメジャー昇格に慎重であったが、相次ぐ先発の故障と不審から結局2007年中の昇格が不可避となり、4月26日にメジャーデビュー。ヤンキースのドラフト1位指名選手のメジャー昇格は1995年の、 ジーター以来となった。5月1日の2回目の登板で6回1、3を無安打に抑えたものの、肉離れを起こして退場。8月にメジャーへ復帰したが、怪我の影響か、デビュー当初の勢いはなかった。9月に、幾分復調して、チームのワイルドカード獲得に貢献したものの、結局シーズンを通しては13試合、72.2インニングに、登板して5勝3敗。 防御率4.46、脱三振58で完封も関東もなしという結果に終わった。2008年4月29日の試合で、保守のクリス・スチュワートのサインが見えずに2つの冒頭を記録する。その翌日、脇腹の筋肉を痛めて15日間の故障者リスト入りとなったサイの診察で軽度の禁眼であることが判明し、今後の試合では、 旅入りのゴーグルを着用して登板することを決めた。2009年は開幕をマイナーで迎え、4月下旬に昇格後は先発として、プレーするも防御率5.45と結果を残せず、6月からロングリリーフ要員としてブルペンに回った。しかし、そこで道がいるようなピッチングを見せ、マリアノ・リベラの前のセットアッパーに定着した。結局、 リリーフ転向後は51.1イニングを投げて65個の三振を奪い、防御率は1.240を記録した。2010年は、ジョバ・チェンバレンらを抑え、先発後番手の座を手に入れる。シーズン前半、特に序盤は、高頭を続け、オールスターにも選出されたが、シーズン後半になって徐々に大量失点する試合が、増え、最終的にアメリカンリーグトップの得点援護率にも、 支えられて CC、サバシアに次ぐ、チーム2位の18勝を記録するものの、ポストシーズンでも打ち込まれ、飛躍のシーズンとなったと同時に来季にやや不安を残すシーズンとなった。2011年は、先発3番手として、開幕を迎えたが、4月に登板した3試合はいずれも、打ち込まれ、防御率13点台という状態で、故障者リスト入りした。 7月に復帰したが一進一退を繰り返し、シーズン終盤からポストシーズンにかけては、先発を外れて中継ぎに降格するなど、期待に応えられないシーズンに終わった。2012年は、チームの投手陣に故障者が相次ぐ中、先発3番手としてローテーションを守り抜き、自己最多の191イニングを投げて16勝を記録。ポストシーズンでも2試合に先発した。 リーグワースト2位となる35本の基本塁打を喫した。2013年は負け星が先行し4勝14敗、防御率5.19と不振に陥った。これはヒューズがフライボールピッチャーであり、ホームランが出やすいヤンキースの本拠地で防御率6.32、1勝10敗と打ち込まれたのが原因である。オフの10月31日に FA となった。 2013年12月5日にミネソタツインズと総額2400万ドル出来高の3年契約を結んだ。前年に大きく負け越したにもかかわらず、ツインズが大型契約を結んだのはターゲットフィールドが広くて基本塁打が,が減少すれば復活すると見込んでのことであった。2014年は16勝10敗と先発投手としての役割を果たした。また、 209.1イニングを投げ、与えた支球が16と、驚異的な数値を残した。イニング数に加え、防御率、脱三振、ホイップは規定投球回に達した年の中で自身、最高の成績であり、脱三振という支球の割合を示す。K、BB は規定投球回に到達した投手の中で、歴代最高の記録であった。基本塁打も8本減少し、 ツインズの契約の意図が見事に適中した格好となった。オフの12月22日にツインズと2019年までの総額5800万ドルの5年契約を結んだ。2015年は2年連続2桁勝利を挙げたものの、調子を落として防御率は4.240まで悪化した。また、ア・リーグワーストタイとなる29本のホームランを打たれた。力については、 二年連続十六死球にまとめ上げ、依然として高い能力があることを示した。2016年は序盤から炎上続きで6月上旬の時点で12試合に投げて防御率5.95と不審だった。不運は続き、マイアミ・マーリンズとの試合で JT リアルミュートの打球を一勝7敗、膝に受けて降板し、そのままシーズンを終える形となってしまった。 2017年も不振は続き、14試合当番で4勝3敗、防御率5.87という成績に終わった。2018年5月22日にディエフェとなった。2018年5月27日にジェニグソン・ビラロボスとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。なお、同時にパドレスはツインズから同年のドラフト全体74位の指名権も得ている。だが、 パドレスでも16試合に登板して、防御率6.10と振るわず、8月10日に、DFA、15日に自由契約となった。その後の2年間は、どの球団にも所属せず、2021年1月3日に、現役引退を表明した。投げる球種は、直球、ナックルカーブスライダーチェンジアップ。直球は、最速で97マイルパーアワーを記録する。直球には、 非常に伸びがあり、2006年のスプリングトレーニングの際に打席に立ったジェイソン・ジアンビは、実際の休息などどうでもいい、とにかく圧倒される球だと話している。当番前には必ずマウンドの後ろでひざまずき、祈りを捧げる。祈る内容に特段決まりはなく毎回異なるが、基本的には家族に関するもので、投球の加護を祈ることは、絶対にしない。これは、 野球よりも大切なものがあると信じているためだという、ありがとうございます。